ナンバー愛はコンプレックスがあるそうです平野仕様や神宮寺優太や騎士優太はまさかのアイドルたちの逆転劇コンプレックスが力に変わる瞬間に迫るコミュニティの中でアイドルたちが抱えるコンプレックスにフォーカスを当ててみましょう平野仕様神宮寺優太騎士優太それぞれの個性が光る一方で意外な一面も垣間見えますまずナンバー愛子と紫輝くん 彼のハスキーボイスは魅力的でファンに愛されていますが、彼自身はどうやらコンプレックスを抱えているようです。将軍の筋肉に関しては、河原伝説とも呼ばれ、その素敵な筋肉は見事な武器となっています。しかし、彼の自己肯定感に影響を与えているのは何でしょうかジンの細身と比較されることが多い中、紫輝くんが抱えるコンプレックスに迫りたいところです。次に、神宮寺雄太。 彼の努力とスキル向上に注目が集まっています。彼は KC と呼ばれ、物覚えが悪いと思われていることに対して、努力でカバーし、芝居において感動を与えています。彼のセンスもまた独自のもので、その可愛らしさは多くのファンを引き寄せています。しかし、神宮寺くんもまた悩みやコンプレックスを抱えているのでしょうか彼の努力の背後に隠された真実に迫りたいと思います。そして、岸優太。 彼の金星の取れた抜群のスタイルや人とのコントラストが話題となっています。一方で、KC が可愛いと評される中、岸くんの悩みやコンプレックスはどのようなものなのでしょうか。彼の魅力に迫りながら、知られざる一面にスポットを当てていきたいと思います。これらのアイドルたちのコンプレックスが彼らの魅力の一部であることは間違いありません。しかし、それが彼らの個性や努力の源となっていることも事実です。 ファンとして、彼らがどのようにそれに向き合い、成長していくのか、それもまた興味深い視点ですね。アイドルたちが抱える悩みやコンプレックスを知ることで、彼らの人間性により一層共感を覚えることができます。そこには、ただのアイドルではなく、個々の人間としての深い魅力が広がっているのです。最後に、彼らのコンプレックスを知り尽くしたファンとして、彼らに向けて温かい応援とともに、 それぞれの道を歩んでいく彼らの未来がどんなものになるのか楽しみで仕方ありませんね。